目の錯覚を利用するマジックなどを通じ交通事故防止を呼びかけました。今日、愛知県警蟹江署が弥富市内で開いた交通安全決起大会、集まった地域の人などおよそ300人に対し、今年度から努力義務となった自転車でのヘルメット着用が転倒した際に頭を守る上で重要であることなどが説明されました。また会の最後にはプロのマジシャンが披露したマジックを通じ、目の錯覚が交通事故を引き起こす要因になるなどと注意を呼びかけていました。愛知県内の今年の交通事故死亡者数は昨日時点で56人と去年の同じ時期に比べ5人増えていて、蟹江署の猪子正美署長は交通事故のない街づくりをしていきたいとしています。